要坂井帝は、新末民初の軍人、北京政府法典派に属した。字は、リンクズ。日本に留学し、陸軍士官学校法兵科を卒業した。中華民国成立後、東三省公武道教官、陸軍部下長、法典軍改局局長、法典森武将軍公所参謀長、法典特軍公所参謀長、 佐々軍司令部参謀長などの職を歴任した。1921年、東山清巡越司書総参議憲法典兵、交渉総弁に任命された。1924年、第二次佐々自家戦争の際には、陳威軍総参謀長に任命され、総司令、長作林を補佐した。この頃から、佐々軍内の有力軍人である、各省令を、 最大の政敵とみなし、これと対立を深めていく。笹口家戦争勝利後、洋酒海帝はチャンス軍務、ただ主弁に任命されたが、元直令派の孫殿法の攻撃を受けて撤退した。1925年11月、各省令が張作林に対して平変を起こすと、洋酒海帝も各省令の標的とされる。そのため、洋酒海帝は一時代連に逃げ込んだ。 結局、各省令は、関東軍の支援を受けた、張作林の反撃を受けて廃止している。その後、要坂井帝は、東北第四軍団総司令、暗黒軍政府大元水府参謀長などを務めた。1928年6月4日に、張作林が、関東軍に爆殺された後は、要坂井帝は、長学領と、権力争いを展開している。しかし、 同年12月29日の駅誌を経た1929年1月、要坂会帝は、長学寮に緊急逮捕され、即座に銃殺に処された。去年44、ありがとうございます。